はい、どうも、浮江のゆうきでーす。はい、ということで今日はですね、購入品があって、それをね、開封をしたいので紹介したいと思います。はい、今日はこちらで、ね、一番カフェに、ね、行ってきて買ったものがあって、ちょっと固定しなくて申し訳ないんですけど、まず一つね、ドリンクセットのね、やつ、東京リベンジャーズのね、アミューズメント一番カフェ東京リベンジャーズドリンクセットのね、スタンド付きアクリルプレート全9種ということで、こちらね、一つだけドリンクを頼んだんで、こちら1個と、こちらね、缶バッジをね、東京リベンジャーズ缶バッジ、こちらをね、4つ買っていたので、こちらをちょっと開封していきたいと思います。この後カメラ切り替えて開封撮っていきたいと思いますので、最後までご視聴よろしくお願いします。はい、ということで、こちら開封していきたいと思います。じゃあまずこのドリンクセットのこのアクリルプレートから開けていきたいと思います。さあ、誰か出るのかいきます、せーの、はい、お、カズトラだ。さあ、やっぱカズトラさん来るな。よいしょ、カズタのスタンドアップの中ね、カズトラでした。あ、いいね、でもかわいい。はい、カズトラくんが来てくれました。はい、じゃあ次ね、おう、次、缶バッジ。これもね、これも自分で選べたので、ね、自分で選んだんで、はい、ちょっとほんと引きがどんなもんか。あ、いやいやいや。はい、じゃあ次、こちら、東京リベンジャーズ缶バッジの方をね、開けていきたいと思います。これを4つ買ってきたんで、頼って。はい、じゃあいきます。1つ目、せーの、はい、お、ドラケン。やっぱ来るな、ドラケン。はい、ドラケンが来てくれました。ちゃんとドラケン引くやん。はい、2個目、よし、2個目、今せーの、ほい、お、タケミッチ。タケミッチも引くね。はい、タケミッチ、もうここ2人さ、ちょっと安定だね、安定に来るとこやん。はい、じゃあ次、はい、3個目いきます、せーの、ほい、お、バージだ、バージ君が来てくれた、やば、イエーイ、いいんじゃない。はい、最近ね、バージさんもさ、弾くようになったよね、私そんな気がする。はい、最後、ラスト1個、ラスト1個さ、西谷君来てくれたら最高に嬉しいんやけど、いや、来てほしいよね。はい、ラスト1個いきます、お願いします、来てほしい。はい、せーの、ほい、おお、あっくんじゃん、意外なとこ来た、あっくんだった、かっこいい。へえ、こういうのであっくん引くの初めてで、こういうのでなかなかさ、あっくんとかグッズないかやった。なんかクリアファイルのやつも、この表、この絵だった気がする。クリアファイルのランダムのやつも動画内してないんですけど、買ってて、はい、三ツ矢くんが出るまで買い続けようと思ったら、ずっとね、バジ君とかさ、マイキーとかさ、揃ってくるんですよ。でもなかなか三ツ矢くんが出てこないの、あのファイル。はい、それの最近ね、あくんが初めてね、出たんだけど、同じ絵柄っぽい気がする。うん、やった、いいじゃん、敵でもちゃんとね、ここ来るんよ、ドラケンちゃんと来るやん、ちゃんとドラケン来るやん、タケミッチもちゃんと来るやん、さすがすぎるやろ。はい、まあね、押し引けてるんで最高に良きだね。はい、ということで、ちょっと今日はね、こんだけの開封なんですけど、やっていきました。はい、ということで、今日の動画はね、こんなとこで終わりたいと思います。はい、ということで、よかったらチャンネル登録、コメント、高評価もお願いします。はい、ということで、今日の動画は以上になります。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。